久しぶりですね。はい、ファンコイさんでーす。ということで、久しぶりですね。久しぶりですね。はい、シークラセイゴさんにまたお越しいただきました。なんか切り抜きやってもらってるから、あんまり写真と壊れてないかもしれない。そうそうそう。あ、確かに。切り抜きやたら出していただいた、出していただいた。なんかあの、ファンコイさんファミリーとコラボが、西尾さんとか。西尾さんね、いいっすね。キャラが。あれでは西尾さんから連絡あったんですか？いや、なんかね、ツイッターで、僕西尾くんのファンなんで、はい、あの、友達になってくださいって言って、DM 送ったら、いやいや、出てくださいって来まして。で、あの、前回出演していただいた時に、あの、ピックアップを。そうなんですね。ちょっとこうしたいなみたいなのがあったりとかして、うん、高い周波数のチャリチャリ加減が、はいはい、チリチリ加減というか、はい、それがまあリアにハンバッカーを乗せてるっていうのもあって、余計にちょっとこうバランスがちょっとね取りづらいなとは思っていたんですけど、うん、まあそれ活かした上でセッティングっていうか設定してたんですけど、あの例のフェンジャパの、そう、フェンジャパの、ああ、動画に出たやつ、ね、ドームでやったっていうやつのやつで、フロントとセンターにテキサススペシャルがついてて、リ、うん、アに JB でしたっけ、ね、JB SH4 そう、それでケンケンに相談したら、あ、じゃあちょっとうちのピックアップ使ってみますかっていう話で、はいはいはい、で、あ、じゃあちょっとつって、だけどあのファンコイさんのやつだと巻き数減らしてたりとかさ、はいはい、うん、ちょっとこう個性が、はいはいはい、あの、あるから、それどうかなと思ってて、じゃあせっかくだから、こう、パンコイさんなりの普通のやつを、パンコイさんの普通ってなんだっていう、こう出してみました。なるほど。それで、あの、一回試奏してもらってて、そのフロント、フロントだけ、うん、あの巻き直しやねや作ってて、うん、それはすごい癖がなくて、あ、すごいいい感じってなったんだけど、うんうん、あの、リアとのバランスで、最初250そうね。250キロがついてて、はいはい、ボリュームがね、はい。で、あの、ちょっとやっぱ、リアにした時にちょっとこもるな、みたいな感じがあって、うんうん、そこを、あの、2連ポットの250キロと500キロっていうのがついてるポットがこういうのがあって、うん、これにすることによって、リアの時だけ500キロ。すごい、すごいね。そう、これはね、あのコメント欄で教えてもらったやつで、あ、そうなんだ、あ、知らなかったから、あ、そんなんあるんだ。ハムの時はこっちに配線して、シングルの時はこっちに配線してってそういうことなんだって。こんな感じですね。かなりケンケンのビデオがちょっと人気なのか、今もう品薄というか品切れになっちゃって、入手に苦労しました。じゃあこれでね、バズるかもしれないね。しかもフェンダーなんだね。あ、そうフェンダーでそういうモデルがあるってことか。最近でもフェンダーのもともとね、リアがハムになってるやつって結構あるもんね。そういうのはやっぱね、共存がちょっと難しいところから、これだとすごいみたいな。いいですね、非常に。あ、いい、かなりナチュラルですよね。そう、ど真ん中の感じがいいですね。もちろん出力の差はあるんだけど、この差はむしろね、あってほしいんですよ。めっちゃすっきりしました。やっぱり変わりますよね。だいぶ違う、だいぶ違うわ。だいぶ違う。あ、いいです、いいです。じゃあエフェクタークズやりますね。めっちゃやりたそうだ。これだからフロントとミュールがフロントを、うん、うちの巻いた普通巻きなやつをして、うんうん、センターは真ん中、あ、真ん中じゃないよ、そのままそのまま、テキサススペシャルなんてことね、テキサスね、うん、なるほどね。いや、めっちゃリアがね、リアっぽくなった、より一層、うん、まあ、うちとしても、まあ、普通のピックアップ
ぱあってもいいかなってことで、あ、お、あの、まあ、販売してもいいかな、あ、なるほどね、どうしますみたいな話どういうことですか、どのくらいの巻き数にしますみたいな話した時に、うん、なんかいい巻き数ないかなと思って、うん、普通のそのシングルコインの巻き数がいくつぐらいなの、まあなんとなく8000前後ぐらいが多いかなって感じなんですけど、そう、フロントってやっぱちょっと強くなりすぎちゃうから、うん、7000台ぐらいで、うん、なんかちょいい数字ないですかって、うん、話したら岸田さんがで7450だって言って、え、そうするとネーミングがナシゴレンっていけるんですか、うん、それ好きだって話え、だってファンコンチさんが食べ物だからナシゴレンってことで7450にしようっつって、うん、で7450にしてもらいました厚みっぽく作ったんだけど、やっぱ結構ちょうどいい、あ、ちょうどいいんだ、ちょうどいい確かに、うん、スワトらしい、うん、ナシゴレン、ナシゴレン、ちょうどいい感じ、ちょうどいいですネーミングありきの巻き数、巻き数ということは、これナシゴレンピックアップが出てきた、ナシゴレンピックアップが出てきた、注文するときはナシゴレンちょっとお願いしますえ、普通なっていうのはどこら辺が普通なっていうの、その巻き数と、あとね、フォールピースの中も普通にピックアップでした、うん、ああ、なるほどなるほど、やっぱあれって、あ、そうだね、そう、うちのやつってあの違和感がちょっとあるから、うん、3弦をあんまり上げないようにしてんだっけ、あの調整したやつって、ああ、そうですそうです、そうだよね、はい、やっぱそうするとちょっとあのやっぱ違和感は絶対あるんだよね、そうなんだよね、なんかね、俺フェンダーのノイズレスのやつかな、はい、は3弦の G のところがこうちょっと引っ込んでる、低くなってるんですよ、ビーズの高さが、で引いてると無意識に3弦ね、ちょっと強く引こうとしちゃうんだよね、あ、なるほどなるほど、なんか違和感あるんですよ、やっぱり、やっぱ癖がもうそう、癖ついちゃってるから、だからこのポールピースはこの感じが僕はやりやすいです、なるほど、うん、いいです、ファンオジネスってマックスが少ないから、うん、やっぱハムとの相性っていうところで考えると、そうなんですよね、パワーの違いが出ちゃうかもしれない、うん、それもあるよね、今リアル、ないですね、ないですね、あれセンターはあんま使わないんでしょ、センターね、ほとんど使わないですね、だからたまにそのフロントとセンターのハーフトーン使うぐらいで、ほぼリアかフロント、これ今センター別にいじってないよ、あ、いいですね、あ、やっぱり出力が、うん、シングルだとやっぱすごいいいっすよ、本当に、でリアが多めになってるっていう、おいいっすね、でもやっぱ大人な音だね、うん、落ち着いてる、ていうかこのギターいいっすこのギターよくできてますよ、
通にブルースとかやるんだったら意外とやっぱ普通のピックアップの高さとかの方がもうみんな聞き馴染みのある音にはなる、うんうん、あ知ってる知ってるっていう ね、 やっぱこっちはガッツあるもん。じゃあとりあえずこんな感じでとりあえず一回使ってもらって、いやもうもうまあということで今日はナシゴレン、ナシゴレンピックアップ、あこれはオーダー OK ですか。じゃあ、あオーダー OK です。オーダー OK です。じゃあナシゴレンピックアップちょっとオーダー開始ということで、まああとね、はい、好きなネーミング思いついたらそのまま来そうだオーダーも可能ですもんね。そうだからなんか8から始めて、うん、なんだろうね、8から始めたらいいよ、食い物だよ。それいいですね。ハヤシライス。あ、いいね。まあ、何桁になっちゃうか分かんない。あ、でもそういう横断の仕方いいですね。なんかなぜか食べ物になってるんですよ。なんかそのピックアップ系は。もうなんか分かんないけど、ラーメン一つお願いしますみたいなわけ分かんないことになっちゃう。ラーメン一つお願いしますって納豆でしょ。あ、そうだ、もう納豆に言われちゃってるんだもん。確かに確かに。そうだよ、もう粉落としがそうよ、見えなくなってるもん、ラーメン屋に行って。普通に頼めないっていうかね。そうそうそう。粉落としなんだっけみたいな。粉落としなんだっけ、一回頭なんかバグるんだよ。はい、ということで、じゃあナシゴレンピックアップをですね、オーダー開始ということで、お願いし、シクラさんにも、このピックアップをですね、ちょっと実際に、現場で使っていただいて、うん、ちょっとね、また感想もリターンしてもらえれば、いいかなということで。はい、ということで今日は、シークラさんに、オーダーしていただいたナシゴレンピックアップを納品させていただきました、ありがとうございました。アンコイさんでした。ありがとうございました。